ビュー。はい、こんにちは。はい、こんばんにちは、ケビンです。はい、今日は、大会が決まったということで、僕たちの練習風景をお届けしていきたいと思います。おお、なんかこういう系の初めてじゃね？その大会に向けてやっていくみたいな。あ、そうなんかな？いやでもスナトレやったよ。ハマトレ。ああ、そういうのやったか。ハマトレとかやっとけ、なんか大会に向けて練習みたいなのは過去にやっとうかもね。はい、でも今年も大会出るっていう風に決めたので、うん、それに向けて練習をやってる風景をお届けします。はい、で、大会に出ますっていう動画で、日程はね、まだ決まってないっていう風に言ったんですけど、福岡県の、予選が6月の4日、日曜日に、恵泉総合体育館で行います。はい、はい。なので、福岡の人とか近くの人はね、ぜひ、応援に来てください。で、それに勝ち上がったら、全国大会が大阪にあるということなんで、まずは福岡県突破できるように、ガンガン練習していきます。はい。ってことで、アップを、まずはするので、なんかそこら辺を撮っていきますか。いつも通りよね。あ、いつも通り、いつも通りやりよう感じで、やっていきましょう。早速練習風景をお届けすると言った途端からピッチングが始まりました。バレーチャンネルなのに一番最初にピッチングが始まった。なんでピッチングなん？いや、6月4日あれやろ、草野球の大会や。違うわ、違うわお前。お前体育館であるのに、お前なんでお前草野球だ。お前草野球じゃない。違う、お前 WBC の見過ぎやろお前。あ、そうなんや。そうなんや、お前バグっとるぞ。肩の調子どうすか？いや、最悪っすね。あ、肩痛いんや。めちゃくちゃ痛いな。もうここ3、4年ずっと9人制やりよった時から肩こうして、一生治らないですね。それでまず温めてって感じ？そう。まあまあまあ、じゃあしっかりまずはピッチングして温めてください。マジでピッチングが一番大事。一番大事ない？バレーにおいて。ケビさん、調子どうすか？調子？ピッチングはいいよ。ピッチングの調子聞いてね。体の調子まだ分からん。やってみよう。今日は感覚は最近どうなん？最近でもなんか筋肉痛がひどくて、うん、思いっきりちゃんとなんかできない練習。まだ取れてないと、うん、まだ取れてないと。いや、もうだいぶいいけど、うん、ここ最近やるときはマジで痛かったり。あ、そうなん、うん、でもじゃあ今日だいぶ取れとうと思う。だいぶいいと思う。じゃあいいパフォーマンスできるってことで、はい、しっかりスライダー練習しようかね。最近スライダーの練習すんなよ。バレーの練習しろ。さあ、今日もいつものサーキットやってますか？はい、これはもう毎回やる。みんなを待たせてでもやる。それをさ、ちゃんとルーティン化してさ、もう1年以上経っとる？ 1 年中あんのじゃない？もうずっと結構やりよんじゃないかね。え、それで明らかプレーのその質上がっとうもんね。マジで上がっとうと思う。みんなに言われるし、うん、自分でもやっぱ思うもん。だけどやっぱなんか技量とかっていうよりさ、うん、この年齢になったらさ、フィジカルやけさ、うんうん、フィジカルが強くなったらできることやっぱ増えるけ。そうやね、全然違う。だけどただ YouTube 撮影しただけやったらさ、多分上手くなるとかさ、パフォーマンス上がるってありえんやろけどさ、うん、ちゃんと積み重ねてね、1年以上やっとうけ、そう、マジ劇的に変わっとうもんね、プレイ。変わるよね。俺らが YouTube 始めたての頃とさ、映像見返したらマジ強くなっとうもんね。いやでも皆さんね、初期のやつ見てよ。初期の4対4とかやるやつあるけ。雑魚いもんね、あの時。それと今見て、多分、これ見通しはさ、初期の見通しは多分少ないと思うよ。初期の一番古い動画っていうとこ飛んでから4対4とかやってる動画あるんで、うん、ちょっと見てくださいよ。と今最近例えば4対4とかやってるやつね、うん、全然違うと思う本当に。俺もさ別にそんなやってないけどさ、トレーニングとか、うん、まだ体ね動くやと思う。あ、そうやね、それは間違いなくある。2人ともなんか昔と比べたら多少進化しとる。進化しとるっていうか、まあ戻ってきとるよね、うん、で小田子は現役時代を超えていこうかしようけども、今もうこの試合の時には仕上がったはずね。いいね。きついけどやった分だけやっぱ
成果が出るって分かっとけ、うんうん、やっちゃいますね、それは。いやもうマジでお前にかかっとるけん、ね、大丈夫、ね、最後託されるけんね。そうやね。またあの古田と小田校のライト平行が月バレに取り上げられるかもしれない、ホットラインっつって。月バレ取り上げてくれんか、ね、クラブカップね。ね、ほんとね、こういうのがあるよってね、言ってみようかそうやね、僕ら全国出たらあの来てくださいって、ちょ来てくださいって、しちょどんどんやっていくわ。あ、確かね、前回ね、ルーティン動画な小池撮った時ね、ちょ三段ジャンプしたけ、うん、三段ジャンプの俺の成長姿を見てほしい。あ、オッケー、いいじゃん、あとでやる。よし、ちょ、三段ジャンプ行くわ。オッケー。ちょっと息整えてからね。行きまーす。あー滑ったーくそー大丈夫？あとちょっと超えれてなかったね。次行く、次。行きまーす。3回挑戦やってきるあの、陸上として。さあ、9メートル、かかとまで超えたら達成です。うわ、よし、成功、夢の9メーター、かかと超え、いきまーす。ラストチャンス、あ、おー、いったんじゃない、ヒリ、いった、いったと思うよ。成長してます、前回より。あれ何ヶ月、でも、かん、あれいつやったんやろね、2、3ヶ月前ぐらいかな。うん、でもそっからあのなんか三段ジャンプやるようにしますって言ってから、うん、結構やりよけ、そうやね、ちゃんと上がっと、素晴らしい、よし、これでじゃあとりあえずトレーニング終わり。そうやね、パスしようか。対人が一番大事と言っても過言じゃない。マジで。あった、カバー、いけ、おー、いいよ、おー、変わった変わった、おー、おー、あった、うん、いや、全部全部、あった、よ、あった、いいね、カバー、あった、おいしょ、うい、ナイス。
け。感じで対人はいつもやってます。あのあれね、人数おらん分俺は結構長めにめっちゃ取るね。対人がめっちゃ大事やけ、符号練習できん分こういう対人をめちゃくちゃ長くやってます。多分普段やったらもっと長くやるよね。じゃあサーブ、はい、サーブはもうあれやね、ぶっちゃけ長く打ってもしょうがないけ、10本って決めていいサーブ打つ練習。そうや、ね、だミスももう10本のうちにカウントします。で向こうにケビンがいるんで、ケビンはレセプション入るって感じやね。で今回は何のサーブ？今回はジャンプ？いや普通のジャンプフローだ。ジャンフロー？ハイブリッドとか打ったりは？はい、せんねん。ジャンプ打ってもいいけど、okay、足つる可能性があるけど。ああ試合通してね。めっちゃ効果的やったらいいけど、うん、多分俺のジャンプ効果的じゃない。じゃあジャンフローで、まあジャンフローも嫌なサーブ来たら取りづらいけどね。まあ、俺のノルマはもうノーミスで、あの嫌なとこ打っていくっていう。OK、はい、行きます。ショート打ちます。はい、多いサブやん。クロスの方がやっぱコースが長くて強いのに打ちやすい。ああ。さりげなくショートいきます。はい。じゃあラスト。何もなかったかのように。結構俺的に悪くない。じゃあ行きまーす。コース打ちたいとか、まあそこら辺かな。何サーブ打つの今は？あのまあジャンプなんやけど、ちょっと低めのトスでちょっと練習しよう。うん、あんまりあんま高く上げんとして、はい、ちょっとねこう狭いけどやりづらいけど、よー、コースは良かったけどね。ね、ちょっと待って。はい、出したですね。110キロぐらい出したい。110っつったらまあでも結構速いけね、うん、日本代表レベルよ多分ね。速い人は120ぐらいけね。うん、まあでも、安定させることは大事だね。100キロぐらいで出たとして。3本目。素晴らしい。ナイスー。
よし、コウスケはブロックが硬いやな。俺ブロックダメ。うん。今のもアウトやん。今のもアウトやん、最後。アズキ君にコウスケ行かれたけど、ブロック強化します。はい。うわぁ。もうあれ、形の問題じゃなかったけどね。いたお、どうしたどうしたいったえおキンキン まさかのおキンキン玉本やばい、子供が今3人生まれくなって今まででどんだけ産もうとしてるこいつお前めっちゃ産もうとしてるやん遺伝子残そうとしてるやん、しっかりいってクリーンとしたのよし、締めくれI'm sorry.
はい、お疲れ様でした。はい、これにて、練習のルーティンみたいな感じの動画は終了です。はい。はい、こういう感じで、3月のね、初めぐらいからもうずっと練習積んでます。うん、で、このまま動画が公開された頃にはもうあと1ヶ月半、2ヶ月弱ぐらいだと思うんで、うん、まあ引き続きね、こういった練習だったり、トレーニングだったりね、いろいろやっていこうと思います。はい、まあその様子はね、あの動画ではもちろん伝えていくんですけど、はい、まあ、細かくは SNS とかでもね、多分伝えていくと思うんで、はい、そこもよかったらチェックしてください。はい、お願いします。じゃあ引き続き頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、コメントとかね、高評価とか、うん、やっぱりしてくれたらね、その分頑張れるんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。応援コメント待ってますよ。はい、じゃあ今日はこれで動画終了します。はい、せーの、ビキュー。